すぎるね。ジジイすぎ。いらっしゃいませ。ようこそ。カーナベル、フラット工房指定。めちゃくちゃ大丈夫ですか、ね、え許可は許可は取ってない。はい。まあ、そらそうだよな。そらそう。ここにあるのは、カーナベルから持ってきたランク C のみのカードです。ランク C の値段がついてるんですが、28枚のうち10枚が値段が違うように付けられています。安いと安くてなります。あ、安く付けてあるので、そのカードを避けて買い物をしていただければと思います。安いはい、差分でちょっと罰ゲームを設けたいなと思ってるんで、差額一番高かった人はその額分のウーバーが食べられません。その額分例えば3000円だったとしたら、だいたい1回のウーバーが1500円ぐらいするじゃないですか。2回の2週分食べられません。じゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、あそこからトゲマリ。これ、トゲマリ。はい。たっけーってやつ言っときゃ安心なことでしょ。それどういうことですか、加藤さん。だから逆にそうだよ、ね、外れは安すぎるから。安すぎるかわからんくない？変わらんわ。どういうこと？だって仮にバウ、これがさ、そうそうそう、1万2000円の可能性もある。そしたら38000円だ。いや、1万2000円のバルもあります、言うて。ないないないじゃあバルムは置いとくよ。バルムは置いとくんかい。バルムは一旦置いとく。置いとくんかい。まあ。これ。かなり最後だ。これやばいよね。これやばいよね。いや、じゃあこれかな。バジラ。バジラ。バジラ。ランク C のバジラ。ちょっと今レジ通しますんで。これ全毎回やる。やります。これ毎回やる？毎回やります。こちらのバジラ2500円となっております。おお、すごい。ということで成功です。だったら、パトン2500円でこの場所が買えたの。いいな。安いね。いやー、ガラムタ3600円、マジでマジで一旦保険とか、こんなもんでしょ。はい、エターナルソード。エターナルソード、これ買いたいです。これ、ランク C です。本当に？おう、マジ？おう、こちら、はい、1100円ではございません。絶対違うと思うわ、それ。いや、それは危ない。ちょっとあマジバックヤードでお調べしてください。いや、知っとるけど、それでも、まあ、言うて。お待たせしました。はい。ランク C でしょ？ランク C。はい。3400円となっております。まあ、そんなもんだよね。後日お金はいただきます。2300円。はい、ケージマイナス2300円。負けすぎだもん。多分トップクラスで差額出てる。なんか安心したわ、急に。じゃあねー、これだと思う。これは大丈夫だと思うわ。そうそうそう、高すぎ。あ、ファイナルドラグアーマー、ご購入ありがとうございます。こちら1300円でございます。あ、すごいね、ちゃんとしてる。さすがにこれ、さすがにさすがに絡むか、さすがに絡む人は3600円はファイナルアンサー。はい、これかなり安心だ。まあ安心よりやね、これは。こちらのガラムダ、はい、3600円となっております。で、これいかつって3100円そうだっけ。3200円。あ、なるほどね。全然その感覚をつかむ価格じゃない。シルバーグローリング50。いや、そこやばいよ。シルバーグローリング分に酔うわ、それ。結構やばいよ。これだけないよね。僕好きだから、ロバレスク。ロバレスク。これは普通に。はい、ロバレスク。欲しいです、これ。まあまあ、1500円。じゃん。ボンボン。やめて、マジで。1500円。おお、ふねー。うわわわわ、いい買い物したわ。素晴らしい。じゃあね、これ詰まってきたね、まあ、なんとなくだけど、ロバネが1500円じゃん、C でね、これです。いや、それ分かる、分かる、分かる、分かる。高すぎ。かなりアンパイ。バイオレンスタンダー。バイオレンスタンダー、こちらの商品、1000円となっております。はい、うまいね。な上手だね。まあまあ、まあ、上手やね。いや、まあまあ、こいつは大丈夫っしょ。これ900円でしょ、ルナコスモビュー。うん、わからん。買います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ダメやと思う。マジマジマジで。こちらの商品は900円ではございません。やったー、マジ。これ誰な、ちょっとバックヤードの方で確認してきますね。さすがにね、ルナコスモビューはダメよ。だって過去に悪さをしとるカードはやっぱ高いと。俺いいと思って今買おうとしても大丈夫です。あ、そうなの。
お待たせいたしました。ニヤニヤしとる。はい、こちらの商品1900円となっております。でかい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 。でかい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 。ありがとうございます。まだいけるですね。まだいけるか。かなり余裕あると。あと6枚だもんね。これ1300円になってるね。怖い怖い、ね。確かに安すぎよな。安すぎるの行きたくないよね。まあさすがになとこ行くかじゃあ。そろそろ。はい。まあさすがね。さすがね。こちらの商品。ランク C でしょ。はい。600円。ランク C なのですが。はい。600円でございます。さすがにな。まあまあまあ。そうや。危ない。素晴らしい。なんか。言わなかったら取りたくなってちょっと駆け引きしようよ、実は2000円ぐらいしたら死ぬ、怖すぎるわ。ちょっと難しくなってきたね、ミルザム。あー、いいね。ミルザム、ミルザム取りたかった俺。しばらくは帰ってこないしね、うん。こちらの商品は1100円でございます。はい、1000円攻め熱いね。安定だね、メンジ。そうだね。なんか俺と加藤の窮地になりそうだな、マジで。いやー、まあ言っとくか。怖い怖い。そう、どれ選ぶも怖いよね。絶対ダメってのがさ、そう、2,3 はあるよな。まあまあまあ、分かるよ。1800円のエターナルフェニックス。これ表紙のカードでしょ。これは確かに。それは、うん、表紙のカードいっぱいあるよ、まだ。バイオレンサンダーで表紙なんて。バイオレンサンダーは表紙じゃんな。俺だけあるじゃない、25なんだよ。ロマネスク1500円やろ。エタフェニ1800円です。買います。これ、あ、僕ね。あ、エタフェニ1800円もっとしそうじゃん。まあ、マジだよ。俺はもっとしそうだと。これあ、ないないない。こちらの商品、はい、なんと1800円です。あ、マジか。すごい。いや、ちょっと、ちょっともうちょい打ち抜いてほしいんやけどな。はい、いきます。もう決めてます。はい、バルギリアス。あ、はい、あ、まあまあまあ、この感じは、ね、この感じはだいぶなんか感覚をつかんできた。なるほど、バルギアス、はい、1400円でございます。ああ、素晴らしい。ペナルト、ペナルト、これもなんだよ。モルディアス、もう大丈夫よ。はい、こちらの商品、はい、200円でございません。あらしれっと言ったの。ペナリスイートそれか。こちらの商品は、まあ、言って1600円。ああ、なるほどね。そういうパターン。1600円。いや、あなたたちが思ったより高値の打ち抜きすぎたね。うなこそのビューわからんて。本当にミスったな。これで4枚。あと5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 枚か。1、2、